見つけてオジポックルを遊びます。幸せを呼ぶ小さいおっさん、おっさん、こちプロロオジポックルとの出会い。おじさんたくさん。私の名前は佐藤、佐藤子。佐藤が一緒だね。都内の大学に通う女子大生です。はい。あれは大学が長期休暇に入った日の夜のことでした。ただいま。おかえり。ふう、今日も忙しかったな。でも明日からのんびりできる。そういえば最近部屋の様子がおかしいんだよね。え？リモコンが変なとこにあったり、お菓子はちょっと減ってたり、もしかしてストーカーとか泥棒だったりして。なに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 、てんてんてん。まあきっとネズミか何かだよね。うんうん、そうだよ。あ、晩ご飯何にするか決めてない。今から作るのめんどくさいな。さあ、確か冷蔵庫に昨日のカレーの残りがあったはず。うん、カレーカレー。今日もカレーでいっか。いっか。今日もガチャって、あれ？ない。なんで？なんで？なんで？確かに昨日の夜入れたはずなのに。そうなの？やっぱりストーカー。ないでしょ。ないない。いやいや、まさかね。まさかね。今言ったよね。ガサガサガサ。何今の物音？こっちの部屋から聞こえたような。なんかだよね。いた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 。今いたよ。よし、もっと近くに行くの。行こう。長押しで進む。ちょっと押して。羽がついてる。人間なわけないよね。こんなに小さいんだもん。触ってみようかな。触るの？あ、こっち目だ。もっとつついてみよう。なんだったんだろう、あれ。何？小さくて可愛かったな。可愛かった。可愛かったね。それはな、オジポックルというんじゃよ。誰誰誰？それはいいのじゃ。いきなりじゃから無理もない。お前さんの前に現れたのはな、ある頼みがあるからなのじゃ。え？なんだろう。頼みですか？その前に、まずはわしらのことを説明せねばなるまいな。わしらはな、いわゆる妖精と呼ばれる存在なんじゃ。妖精？
妖精、妖精なんて存在してたんだ。そうなんだ。人間からは小さいおっさんとかおじとっくると呼ばれておるよ。おうおう。あ、なんか聞いたことあります。え、あるの？ちゃんさん、めめちゃん聞いたことある？もうみんな聞いたことあるかな。あるかな。わしはそのおじとっくる会を見守る神様みたいなもんじゃ。みたいなもの。とっくるたちはあの通り体が小さくて、もう神様もちっちゃいね。普段は人間や動物に見つからないよう姿を消して暮らしているんじゃ。おお、そうなのじゃ。最近その力は弱まってきているみたいなんじゃ。それは大変じゃの。当のとっくるたちはそんなことなど全く知らずにうろちょろしとるがの。うろちょろ。じゃが、このままでは野良犬に見つかるのも時間の問題じゃ。野良犬、野良犬に見つかるとどうなっちゃうんですか？それはもう考えたくもない。恐ろしいことじゃ。え、恐ろしい。もう体中ペロペロされちゃうのじゃじゃ大したことなかった。その後の匂いといったらもう、あと悪い人間に捕まってしまうかもしれんしの。そんなわけでわしはポックルたちを探しておる。いるじゃん、ここに。ここにいるよ。本当だ、後ろにいる。今いるよ、神様。そしてこの部屋に一匹迷い込んだのを発見したのじゃ。そうか。あ、さっきの子ですね。そうよ。その通りじゃ。そこでお前さんにお願いなのじゃ。お願い？トックルを見かけたらこいつを吹きかけてくれんかの。任してください。何ですかこれ。香水？お、なんだ。これは妖精水と言ってな。ほうほう。妖精の力を回復させる何かそういう成分が入ってるんじゃよ。そうなのじゃ。じゃあそれを吹きかければまた姿を消せるようになるわけですね。そうなのじゃ。そういうことじゃ。では早速今のおじぽっくるに試してみるのじゃ。任せてください。そんなことだったらお安いご用です。はい。あ、でもさっき触った時に姿を消しましたよ。うんうん。これは恥ずかしがり屋さんじゃからの。恥ずかしい。姿を消したじゃのうって走って逃げたんじゃん。かよいね、おじさんとしては。でもわしの力でこの部屋の外には出られんようにしておる。ほうほう。今もうどこかにいるはずじゃ。オッケー。じゃあちょっと探してみます。探します。お、イエーイ、探せる。長押しして前に進む。あ、あ、いるじゃん。うん、いた。なんか早いな、見つかっちゃった。あ、下下下行きすぎちゃった。いいじゃん、ちょっと上、上、こう上、上。
なんか浮いてる気がするんだけど。それ神様だよ。お待たせしました。そうそう。おお。おかえり。今ね、おじポッケルを探してるんだよ。おじポッケル？ポッケルじゃないよ。ポッケル。違う違う。今ここにいたんだよ。え？どこ？ここ？この下にいるんだけど。下行けるの？あれ？下。下行けないよ。あ、前進んじゃった。待って待って。ポッケルって。ポッケル。ポッケルって何？今この下にいるんだけど。上手じゃん。マジで。はい。あ、こんなとこにいました。いたいた。そこじゃ、タップして妖精性を吹きかけるのじゃ。オッケーじゃん。じゃあじゃあ。え？かかった。もっともっと。そんなかかった。あ、また逃げちゃいましたよ。いや、今度は無事姿を消せたようじゃ。なんだ。へえ、じゃが、ちょっとだけ力を取り戻して一時的に消えているだけのようじゃの。おお、じゃあまだいる。一時的に？うん、まだ完全に力が戻ったわけじゃないみたいじゃ。いやじゃじゃじゃ。だから少ししたらまたこの部屋に現れるぞー。繰り返し妖精水を吹きかければそのうち完全に力を取り戻すはずじゃあ。じゃあ。じゃからそれまでよろしくお願いするのじゃあ。任せるのじゃ。じゃじゃじゃ。わかりましたよ。はーい。